はい。スタジオアスカのマッチャーですえ。今回のテーマなんですけどね、15ストラディックの 1000S ってやつですね。こいつのですね、有効活用方法をまあ考えてみようかなということでねえ、ちょっと話をします。まずこのね、1000S っていう位置づけなんですけど、今現在はですね、例えばソアレイの XR とかでは、 2000のね、なんか SSPG とか、なんかね、SSHG とかかね、あの S が2個ついてるやつ。あれと全く同じラインキャパなんですよ。ただ、スプール系がちょっと1ミリほど2000の方が大きいんですね。ただ、ラインキャパ自体は、フロロカーボンとかね、えー、ナイロンがね、3ポンド100メーターっていうラインキャパになってまして、 まあだからね、2000番が出てきたから、1000番消えたのかなっていう感じなんですよね。19ストラディックでもね、1000番って確かいたんですけど、今のストラディックはいないですね。23ストラディックは1000番いません。で、多分1000番はその2000の SS ってやつになり変わったんじゃないかなと思います。 で、その機種には500番もいたりとかして、まあそれで、アジングともちょっと明確に分けちゃったんじゃないかなっていう感じですね。で、一応こいつにですね、ラインを巻いたんですよ。以前はですね、アジングに使ってたんですよ。でも、2015年の話ですね。もうこれ買ったのね、2015年だったんで、 ま、あの頃のアジングって言うと、まあ、関門海峡ってこともあって、2g とか 3g 使うことが多くてですね、そんなに繊細なタックルっていうのを使わなかったんですね。ロットもね、トラウトロットを流用してたし、まあ、そんな感じで、リールもね、1000番ぐらいしかなくて、500番って、確かね、13年のミラベルだったかな。あれが500番っていうのがね、あったにはあったんだけど、知らなかったんですよね。です。 スワレの方で、えっ、ー、と、500番がね、まあ出まして。で、もう完全にね、アジングではこっちの方が、まあ優位性があったというかね、やっぱ小さいっていうのと、ギア比がね、やっぱ高いから、割とそのハンドルがなんか重ためのセッティングハンドルも短いし、35ミ、mm、リで短いし、ギア比も、 この時のやつは、ちょっと高かったんですよね。まあ、でもギア比の影響よりはむしろハンドルの影響の方が大きいと僕は思います。で、こうやってね、指でこうつまんで、こう回していくとね、そのルアーに対して、圧って言ったらわかるんかな。流れのね、なんか潮島に今入ったなとかっていうのが、このハンドルで感知できるようになるんで、枕闇でもね、 今ダウンクロスに入っちゃったからもう回収した方がいいなっていうようなタイミングが分かったりとかするんですよ。なんだけど、これが出たので17年だったから、まあ、それより以前からアジングやってたんで、まあ、こちらのリール使ってたんですね。だから、最近こちらのリールから、このリールに変えたところですね、かなりね、当たりが取れるようになりました。いや、もっとなんか気づかない当たりっていうのがあったんだな、 って思いますね竿先にね当たりが出なくてもアジが加えただけでこのハンドルが止まるんですよそうねこうやって巻いてったらね明確に止まるんよねだからリールの方でも分かるようになったというか別に竿先にこうなんか当たりが来なくても大丈夫になったっていうまあそんな感じなんですよだったらこのリールどうしようかなと思って もう時代遅れなのかなとも思うんですよね。ただ、じゃあ2000番買うんかっていうと、うん、ちょっと2000番買うほどまでにはならないというか、1000番のこの有効活用方法が見えない限りは、ね、ちょっと買う動機が弱いかなっていうところなんですよね。だからどうしようかなってところであ、今回ね、ちょっとこんなラインもね、試しに巻いてみたんですよ。 いわゆるなんかあのコー高ー重 P ラインっていうやつですね。多分真ん中の芯のところにフロロカーボン的なものをなんか使ってて、それをなんか P4 本組でまあ編み込んだっていうような、まあそういったラインだと思うんですよ。でこういうのって以前ね、四つ編みでさ、オードラゴンっていうのがあって、そいつは中の芯がエステルだったから、えっと比重が1 1.38やったかなっていう状態だったんだけどね。で、あと他にもさ、高比重 P ラインっていうのが出てたりすると思うんですけど、よくよく考えてみれば、その高比重 P ラインっていうのを無視して、比重が何本なのかっていうのに着目すると、いや、それってナイロンとそんなに変わんなくないっていうような、まあそういった比重をですね、なんか高比重ラインとかって言ってみたりとかされてて、 まあ、僕的にはなんかこう、おかしいなっていう風に思ってんですけど、ナイロンが高比ーー重ラインとは言われてないんだから、ナイロンに近いんだったら高比ーー重 P ライン、でも P ラインとのなんかその比較で言うと高比ーー重なのかもしれないけど、ちょっと誤解受けやすいよなっていう風に僕は思います。でまあ、リーダーはね、だいたいこのポンド数に近いというか、ちょっと強い リーダー使うことが多いので、まあ7.2ポンドなんでね。7ポンドっていうのがないんで、まあ8ポンドでいいかなって。で、8ポンドのリーダーもね、わざわざリーダーとして買わなくても、なんかこういうね、えー、フロロカーボンのね、使い古し。まあ、吸水とかしないんでね。大体、リーダーはですね、メインラインのお風呂をね、使ってます。メインラインのお風呂とか、メインラインで余ったやつ。 巻き切れなくて余ったやつとか、そういったものを使ってますね。まあだから今回は R18 の、えー、何これフロロハンタータクトってやつ。ちょっとなんか柔らかめのやつで、ちょっと使いやすいですよって歌われてたやつなんですけどね。やっぱりね、フロロカーボンのね、6ポンド、8ポンドはね、スピニングよりはね、スピニングよりというか、まあベイトよりもね、やっぱスピンキャストですね。 スピンキャストがね、やっぱね、ノントラブルです。またスピンキャストのね、タックルはね、ちょっと紹介しようかなと思ってるんですけどね。まあ、あれもちょっとね、改善点が結構出てきてて、ま、我々でちょっと面白いタックルになるんですけど、まあ、今回ね、そのタックルを考えてる最中に浮上した、この、ストラディック 1000S のですね、なんか挙手というか、<laughs> なんと言うんでしょうかね、処遇というかですね。 はい。ストラディックの処遇問題ですね <laughs>。これどうすんのっていうとこなんですよね。結局時代遅れなのかなとも思ったりもするんだけど、じゃあ、そのソアレの2000の S、何 ?SS ってやつあれは一体何に使ってんだろうっていうところなんですよ。あとね、この15ストラディックのね、問題点。ね、これ長く使ってて、 まあ、分かった問題点なんですが、ここなんですよね。このね、調整挫折。これ今ね、0.5ミリが4枚入ってんですよ。でね、この4枚が限界です。これ以上入れると、このなんかドラッグのね、作動音がしなくなる。 このね、カリ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 がね、言わなくなる。0.25があるじゃん。もう一つ薄い方で。あれを1枚入れるだけでもう、鳴らなくなるんですよ、これが。これがね、鳴らなくなっちゃうの。まあ、鳴らなくても、使えるは使えるんだけど、なんか鳴らないって嫌じゃん。まあ、だからね、0.5の調整抹茶4枚が、こいつの限界なんですよ。 で、それによって、その調整幅にも限界があって、0.45っていうんかな。ラインとして0.45ぐらいのラインが、ちょっともう調整の限界になりますね。要は、0.4から0.3になっていくと、だんだんですね、逆ハの字になっていくんですよね。スプールの糸巻きの形状が。逆派の字自体が、そんなトラブルが発生しにくい。 ラインの形状ではあるんですけど、ま、でも、ちょっと使いにくいかなっていうか、やっぱり平行巻きに近いような調整ができるところのラインを使いたいなってところでね。ま、あと、なんていうかな、実質のラインキャパがね、減っちゃうんですよね。だからなるだけ、その、平行巻きに近い状態で入れたいんですけど、 こいつの調整幅がですね、まあたい0.45がもう限界というか、もうあ逆派の字になってしまうんですよ。今のワッシャー全部詰めてもね、0.5ミリを4枚詰めても逆派の字になってしまうんですね。で逆派の字から平行巻きにする場合は、調整ワッシャーをですね、追加しないといけないんですよ。だからそこが限界なんですね。なので、 本来だったらこのリールで使いやすいというか調整しやすい号数っていうのがおそらく0.85になると思います。じゃあ0.85で例えばナイロン直結でとかフロロカーボン直結でやるとですね結局ね、ラジングだったら0.85じゃないとダメな理由っていうのはないんですよね。例えばフロロカーボン0.35にリーダーつけて リーダーを0.85にしとけば、アジ普通に釣れますし、まあなんだったらジグヘッドも 2g ぐらいまでは普通に使えると。で、3g ぐらいになったら、その0.85直結っていうのがいいんだろうけど、だいぶね、繊細になっちゃったから、別にね、ボトムは、 結構激流になっても0.35だったら普通に取れちゃったりするんですよね。2、2、あの g とかでもね。だからあんまし出番がなくて、で、アジングってだいたいジグヘッドが 3g ぐらいまでじゃないですか。針の大きさが10番とか12番のやつって 3g ぐらいまでで、そっから先になるとなんかどんどん、なんだろう、シーバス寄りになっていくっていうのかな。 それならばと思うのが、フロロカーボンとかナイロンラインにすると、結局3ポンドだから、5グラムとか6グラムとか7グラムがちょっと使いにくくなるんですよね。でも、アジングに使う竿って、だいたい3グラムまでのものが多いし、トラウトロットでも、だいたい4グラムまでのものっていうのが多いわけですよ。で、そこから、じゃあワンランク上、 ってなった時に、バスロットって話になるんですけど、バスロットで、例えば 10g までのやつとかね、2g から 10g が使えますっていうのが、多分バスのスピニングになるんですけど、じゃあそれを用いたタックルっていう風に考えると、10g まで使えるようにはしたいよね。っていうことで、こちらの PE をね、ちょっと検討したんですけどね。まあ見ての通りですね。 150メーター巻き切れることはなくですね。やっぱりね、若干逆派の字なんですよね、これ。だからね、本来だったら0.85で運用っていうのが一番いいんでしょうね。はい。例えばだけどね、まあ、こいつを本当に有効活用するっていうふうにね、考えると、多分ね、ボートアジングなんですよ。で、ボートアジングって、えー、そのプランの都合上ですね、一日中やるような釣りじゃなくて、 ま、ひらまさとかね、ああいう一日中やるような釣りじゃなくて、夜やる釣りで、しかも、それがなんか平日の便とかでもできるような感じになってるから、例えば夜の7時から、ん下手したら3時間とかね、5時間は長い方かなと思うんだけど、3時間とかね、2時間とかで終わる可能性はあるわけですよ。なんか7時から出船して、9時か10時ぐらいに帰ってくるみたいな、なんかそういう、 可能性が高いと思うんですよね。で、そんな時にね、なんか P ラインで行って、で、ちょっとなんか何かの手違いでラインブレイクしちゃった時に、リーダー結び替える時間っていうのがね、ちょっと取りづらいと思うんですよね。まあ、そういったなんかあの、なんていうかな、戦線離脱してからの復旧させるのに、時間をかけてたんじゃちょっとまずいっていうのと、まあ、あと船の上で、 ラインを結ぶとかっていうのは、慣れてない人ってちょっときついと思うんですよね。それを考えると、何かしらの直結ラインが良かったりすると思うんですよね。ってなると、例えば0.85でナイロンとかフロロとかっていう選択になると思うんですよ。まあ、ボトムの攻めたいならフロロにして、まあ、別にこう、表層とかシャローとかを攻めたいよって言った場合はナイロンっていうね。 で、まあ、ライ、ライロンの0.8とか、フロロの0.8直結やったら、まあ、シーバスも取れないことはない。で、まあ、メインで狙うんだったらね、もうちょっと6ポンドとか8ポンドが欲しいけど、まあ、アジーの方をメインにするんだったら、まあ、0.8号でね、いいんじゃないかなと思います。だからね、これほんと何に使おうかなと思ってて、今現在ですね、バスロットでの運用っていうのをちょっと考えてて、10グラムまでのやつ、これを堤防で、 使うっていう。ルアーのキャストマックス 10g ぐらいのやつで、7g か、まあ、もしくは 10g ぐらいのジグをつとかですね。まあ、あと、トータルの重量が、まあ、8g から 10g ぐらいになるようなジグタンですね。ワームの重さもね、あの、結構大きくなってくると、重さが無視できなくなってくるんで、もうトータルの重さになるんですよね。うん、例えばやけど、5g ジグヘッドに、 それなりの大きさのワームをつけると、もう 8g になったりとかね。かそういうのはね、往々にしてあります。まあそういう、ちょっとそういうゲームにね、使ってみようかなっていうふうにね、思いますけど、他にね、なんか1000番使ってる方で、なんか自分はこういうふうに使ってるよっていうのがあったらね、コメント書いてください。あの、あえて返信はね、ちょっとできないんですけどね。 いや、それはちょっとあれやろうとかっていう風に思うようなコメントが来るとちょっと返事に困っちゃうのでね。あの、返事はちょっと出せないんで、ハートマークっていう形で済ましたいとこなんですけど。まあ、なんか、あの、自分はこういう風になんかやってるとかですね。ま、ああとは、あ、でもちなみにこれ、あの、イカとかはなしで、ね、ちょっとイカは僕やってないんで、イカなしでちょっと、ね、すいませんがお願いします。あの、魚で、軟体動物はちょっと、あの、除外してください。すいませんが。 はい。なんかヒイカとか色々あるけどね。うん。あのー、一応、まあ、ちょっと軟体動物は専門外なんで <laughs>、えー、除外ということで、お願いします。はい。というわけでね、まあちょっと今回はね、なんか座談会というかね、あまりなんかその、釣りってさ、レクチャー動画とか出したところで、結局のところね、プロアングラーとかがね、お話ししてるし、 そういう情報はね、こと書かないと思うんだけどね。意外となんかこういう雑談な例えばこれ1000番あるんだけど、最近ちょっと幅聞かせられなくなったね、みたいな。500番登場してさ。で、ね。まあ、同じ同計のね、機種で言うとね、2000の SS っていうのが出て、出ちゃって、ちょっとなんか立場が追われてるような状況なんですけど、 いや、自分はなんかこういうので、ちょっとやってるよとか、ありましたらね、ぜひ、あの、コメントしてください。まあね、15ストラディックっていうのが、まあ、ちょっといけないのかなとも思うんですよね。なんか調整の幅がね、本当に少なくて、よくこのスプールに書いてる、なんかこういう数字あるじゃないですか。このナイロンがなんか3ポンドで100メーターとかで書いてるやつ。これが多分ね、島の的にこれに巻いてほしい、ラインの合数だと思うんですよ。 でもね、0.8号を100メーターですよ。まあ、ナイロンとかフロロとかね。まあ、エステルも一応ありますけどね。稀に0.8号の銘柄ってありますけど。まあ、あんまり一般的じゃないよねと思うんですよね。僕は、アジングの中ではボートアジングかなと思うんですよね。そういう号数って。 って考えるとね、だからそうなるともう直結っていうメリットを活かしたいって話になるから、まあできなくはないけどちょっと一般的じゃないというか、あのポロッとこう切れちゃったりすることあるよねっていうエステルはちょっとそこで除外になっちゃってナイロンかフロロかっていう二択選択になっちゃうと思うんだけど、うん、あの直結タックルの方が楽だからっていう理由でね。 そういう感じの運用かなと思っちゃうんですけど、まあ他に何かねありましたら、ぜひコメントの方よろしくお願いします。0 8号の PE をなんか入れて、で、遠投しないっていう釣りがあったらね、そういうのでも使えなくはないのかなとも思うんですけどね。100メーターですからね、一体どんな釣りになってしまうんだろうっていう、 とこではあります。ま、それやるんだったら2500にするよなって、いう感じかね。2500で0.85を150メーター巻くかなって、僕の場合はそうなりますね。ちょっとラインキャパうろ覚えなんですけどね。はい。ま、あそんな感じのね、雑談会ということで、何かありましたらね、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。 いや今回はね、ちょっとあの、レクチャー動画でも何でもないのでね、ちょっと雑,雑談会ということでね、まあ、多分あの、この動画はためにもなってないし、えー、かったとも多分あの、思えないのでね、あの、ちょっとあの、高評価とかチャンネル登録お願いしますなんてちょっとね、言えませんが、よろしくお願いします。はい。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。